事項だからどんな物語が繰り広げられるかすごい想像が膨らむよね。すごい楽しみだわ。詳しいこと早く知りたい。そうね。いやでも、ね、最新情報はね9月の29日のアニメに出るらしいから絶対見なきゃね。これは絶対見逃せない。皆さん新アニメも注目ですけど今日のアニメサン&ムーも大大大大注目ですよ。ついにね、そうだ、コウシとラジオの対決なんだよ。めちゃくちゃ大丈夫だね。果たしてサトシは優勝できるのか。もう勝ってもいいと思うよ。頑張ったもん。欲しいけどここまで来たら勝ってほしくないよ。まだ応援したいからね。そしてラジオ相当強いじゃん。そうかっこいいしね。よし、決勝で戦うグラジオは馬島の仮面魔導士聖獣、ここにダークメモリーを受け悪の魔獣となりて暴れよと、何をやってもかっこよく決める。しかも妹リーリー思いの優しいお兄ちゃん。はい。そんなグラジオにメロメロなのが、いや、やっぱりついて言うこともかっこいいじゃないですか。月の間がいいよ、闇の魔球を照らせとか、ああいうことを言っていいということが成立するかっこよさを持っている人類ってやっぱりグラジオ様じゃないですか。確かにグラジオ愛がすごいんだよな。グラジオ様みたいな男子に囲まれたいな。夢だね。女子の夢だよ。お、どうしたの。グラジオみたいな男子たち、グラジオみたいな。暴れる君には関係ないよ、グラジオみたいな男子だから。ショコさんのその夢叶えてみせましょうよ。うわ、待っててください。クラジオみたいなポケ立ちを連れてきます。クラジオみたいなポケ立ち、いるんですか。もうクラジオです。クラジオ連れてきます。クラジオ、それにしても暴れる高速ないですか。ね、遅いな。やっぱいないんじゃない。待たせてすまない。そのポニーテールは
した時に出たセリフだよね、うん、そう、間違ったこと言ってないんですよ。しっかり、しっかりカウントしてる。なんでこんな違うの。よし、翔子、今日は俺たちグラジオと楽しく遊べるゲームを考えてみて。汗かきすぎだよ。暴れる君、汗だらだらかなんで。グラジオは汗かかない。すごく暮らしづらいよ。そうなんだよ。俺はこのキャラクターが非常にやりやすい。やりやすいな。クソダサい。やっぱギャビンの様になるんだよね。でも喋んない方がいい。ギャビン黙ってた方がいい。絶対喋っちゃう。何か言ってやれ。はい。中学1年の春にやるやつ。まあでもね、みんなで遊びたいというかみんなやろうよ。まあ、確かに。ね、こんな格好つけてるけど遊びたいんだもんね、みんながね。そうね。テレ屋さんだな。素直に俺たちと遊びたいと言えばいいものを。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。私がビジュアル担当。